テガルはインドネシアのジャワ島の中部ジャワ州の都市である。テガルは州都スマランから西に 175km の州北西沿岸部に位置する。2014年時点で人口は24万2539人だった。テガル都市圏の人口は2010年時点で136万6858人だった。東と南にテガル県と西にブレベス県と北に ジャワ海と接する。オランダ領東インドの砂糖産業は、手軽とペカロンガンで始まった。手軽県は20世紀半ばまで砂糖産業の中心だった。手軽から、砂糖は船で輸出された。手軽はワルンが有名である。低ボトルをはじめとする茶のブランドが多い。手軽の航空写真、パゴナン砂糖工場の航空写真手軽の歴史は、テテグアルという小さな村から始まった。 1530年代前半、テテグアル村の近代化が始まった。次第に、ペカロンガン県の一部になっていき、中部ジャワ州のドゥマク王国やパジャン王国に認識されるようになった。手軽の創設者はキ・ゲデセバユである。彼は、地元住民と共に、豊かな土地を開拓し、収穫量を増やした。彼は、市の指導者県省庁となり、 体幹式は収穫祭と同時に行われた。7月28日が手軽の創設記念日である。1920年代、手軽はインドネシア共産党の中心だった。手軽支部の原理指導者は1926年暴動を起こし、共産党は一時的に衰退した。1945年10月8日、反封権運動の産地方運動が手軽、ペカロンガン。 ブレベスで発生した。運動の目標は、ジョグジャカルタやスラカルタの王の親戚である、貴族殺政を追い落とし、庶民が殺政になることだった。運動指導者によると、この殺政は第二次世界大戦中日本と協力し、住民を軍の強制労働所に送っていた。中心的な指導者のサルジオは、後にペカロンガンの殺政になった。他には、クティル、ミジャヤ、 サキルマンがおり、サキルマンは手軽な共産党の指導者だった。ジョグジャカルタのインドネシア政府はこの運動を違法と宣言した。運動によって古い殺傷は逮捕され裸に向かれ牢につながれた。政府職員や警察官の中には誘拐された乱郷で虐殺された者もいた。ブレベスでの運動は反中国人運動として始まった。11月4日、運動は インドネシア軍司令部とペカロンガン市役所を襲撃した。12月21日、運動はインドネシア軍によって制圧された。ほとんどの指導者は逮捕され収容された。1998年、スハルト辞任に伴う社会不安の中で、6月に手軽で抗議運動が市職員襲撃につながった。手軽は固有の手軽のを持つ。 インドネシアの喜劇役者にはこの方言を面白おかしく使う者も,もいる。手軽市民は友人をジョー、ジャック、ジャクイルと呼ぶ習慣がある。パパはジャザク、ママはジョク、弟はヤリグ、兄はサハンと呼びかけられる。手軽市民にしかわからない単語は多い。手軽語はアラビア語からの借用語が多い。テンプレートセントラルジャバ。ありがとうございます。